ブレーズヘビー級選手権試合が行われます。チャンピオンのジャイアント馬場は2度目の防衛戦でございます。そして挑戦者は超怪物キングコングブルーザーブロディとの一戦を迎え撃ちます。60分の3本勝負で試合は行われます。チャンピオンのジャイアント馬場入場してまいりました。相手はブルーザーブロディということで PWF の王座は偶然の灯火。去年そして今年とブロディにはさすがの馬場も棒立ちのシーンが何度もありました。なすすべがないといったところでありますけれども、今夜は馬場のインサイドワークが非常に重要な一戦になってまいりました。続いての花道、チャレンジャーのブルーザーブロディがこれより登場してまいります。挑戦者の入場を待ちます諏訪湖スポーツセンターのお客様でございます。2回目の来日なんですけれども、早くも PWF 王座への挑戦のチャンスをつかみました。ブルーザーブロディの入場をご覧いただきましょう。右手には2本の太い鎖を持っています。チェーンを持って再び入場してまいりました。これをブン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 振り回すんです。危なくてもうそばには近寄れません。ジョー樋口レフリーも必死の形相でこのチェーンをひとまず、キャンバスに置けというふうに指示をいたしましたが、またしても暴れまくります。チャレンジャーのブルーザーブロディ、まだ日本で一度のピンフォールも奪われておりません。縦横無尽の暴れっぷりで日本ではまだ無敗を誇っております、チャレンジャーのブルーザーブロディ。さあ PWF のヘビー級の選手権試合でございますので、これより各選手に花束が贈られるところなんですけれども、ちょっと花束を持ちました、お嬢様方もちょっと怖がっておりまして、早くもリングから下の方に降りてしまいました。続いて PWF のヘビー級のタイトルマッチ、タイトルマッチ宣言が行われるんですが、このブルーザーブロディの太い2本のチェーン、今やっと上樋口レフィーが自分の手の中に入れました。これよりタイトルマッチ宣言であります。リング上ではタイトルマッチ宣言が行われておりますけれども、チャレンジャーのブルーザーブロディがこれを完全に無視いたしまして、お客様の中に突っ込んでいってしまいました。背中が見えます。今エプロンに到着、そしてコーナーに立ちましたブルーザーブロディですが、今タイトルマッチ宣言が読まれた後なんですけれども、その後ひとまずベルトの変換が行われました。ずっとカメラの方はチャレンジャーのブルーザーブロディを追っています。タイトルマッチ宣言がすでに終わりました。去年の8月の31日対ブッチャー戦以来4ヶ月ぶりの PWF のヘビー級選手権試合であります。チャレンジャーのブルーザーブローディ、チェーンで公式形にするという第6代の PWF ヘビー級チャンピオンの可能性十分です。注目のジャイアント馬場、ブロディから果たしてポールを奪えることができるか。第5代 PWF ヘビー級チャンピオン、2度目の防衛戦、ジャイアント馬場です。勝負の方は60分の3本勝負で行われます。さて竹内さん、はい、このタイトルマッチはどうでしょう。十分にこの海外流出の危機をはらんだタイトルマッチと言えそうですね。まあ、これはですね、はい、馬場選手の PWF の防衛戦史上ですね、最強の挑戦者と言っても過言ではないでしょうね。そうですね、2度目の防衛戦です。第5代 PWF ヘビー級チャンピオンのジャイアント馬場、馬場から鎌田へ、鎌田からロビンソンへ、ロビンソンからブッチャーへ、そしてブッチャーから再び馬場へ戻りました。チャンピオンベルトであります。去年の2月、もうそろそろ1年近くなります。おっと今ゴングが鳴りました。1本目の勝負、シカゴへ乗り込みまして、乗り込んで取り戻したチャンピオンベルト、そう簡単には渡さないジャイアント馬場、決意も新たにこの2回目の防衛戦に臨んでいます。それにしても竹内さんね、はい、2回目の来日のこのチャレンジャーのブルーザーブロディですけれども、ここまで今日がまあ最終戦なんですけれども、いわゆるこの縦の暴れっぷりですね、はい、それから横の暴れっぷり、斜めの暴れっぷり、本当にこの縦横無尽にリングの中だけではなくて、この体育館全体を使う暴れっぷりですね。ともかくですね、試合を見てご覧の通り分かるんですけどね、はい、弱点というものが全くないですよね、この選手に対しては。まあ、従いましてジャイアント馬場選手も本当に試合に明け暮れておりましたけれども、このブロディに作戦の立てようがないというふうに本音を吐いてましたね。まあ、これはですね、過去馬場選手が対戦した中にですね、こういうタイプの選手が全くいなかったってこともありますからね。そうですね。さあブロディの攻撃が始まりました。今のところリングの中で1本目の勝負が争われています。60分の3本勝負のタイトルマッチということになりますと、1本目の争いが非常に大事な試合になってまいります。
それにまあ去年の話ですけれども、これはタグマッチだったんですが、ジャイアント馬場、今日のチャレンジャーブルーザブローディに1本 P4 を奪われております。あの試合はアトミックドロップからニードロップの連携だったわけですけれども、まあ、P4 を一度取られたといういわゆるこの負い目みたいなものを感じているかもしれませんね。これは十分に考えられますね。本当ですね。どうでしょう、竹内さんが冷静に判断したところで馬場が勝負に出て活路を見出すためにはリングの中でしょうか、それとも外でしょうか。ただ外の場合でもですね、はい、ブロディは非常にそのリングに戻るタイミングが早いんですよね。あはなるほどね。ですから果たしてですね、馬場選手がその10カウント内でですね、ブロディを場外で追い込むことができるかということがですね、これは大きな問題ですね。なるほど、まあ、2回目の来日、今回ではそういったそのうまさが非常に目につきますブルーザブロディ。確かに場外でチェーンを持った暴れまくることは暴れまくるんですけれども、必ずこの片一方の目はリングの中を見てますよね。それとレフリーのカウントをですね、冷静に聞いてるわけですね。レフリーの動き、カウント、なるほど、そうですか。著しく昨年79年代大いに成長いたしましたブルーザーブロディ、何と言いましてもたったの1年間で三冠王ですからね。これはですね、大変なもうタイトルです。タイトル的ですね。その中で特に目立ちますのは WWA の王座を獲得したことであります。もし日本で PWF のタイトルを獲得することになりますと、実に4冠ということになります。ブルーザーブロディ、積極的な攻撃、手刀を落としました。チョップではありません、手刀です。あの和風が時々見せるような手刀ですね。インディアンチョップに非常に似てますね。かなり力があります。今度は足への攻撃を見せました。足への攻撃、今度は上半身の攻撃、ブルーザーブローディ一方的に攻めています。馬場1本目ピンチに立ちました。どうですか馬場の序盤戦の動きですけども、竹内さん、今のところですね、完全なブロディのペースですね。ブロディのペース、あーそうですか。さあ今度は大きなジャイアント馬場、145キロ209センチを場外に連れ出しました。そして一番前のお客様の椅子に命中させました。そして椅子を持ちまして背中に攻撃、ものすごい攻撃を見せましたブルーザーブロディです。破壊力があります、破壊力があります。背中に食い込みましたね。今の動きを見てても深追いしないんですよね、もうリング内ですからね。場外に落ちましたジャイアント馬場にカウントが数えられておりますが、一旦はリングの中に入りまして、再び場外乱戦の様子を呈してまいりました。青い鉄柱へジャイアント馬場の額をぶつけます。さあ馬場が怒りの表情、おっと空竹割り、ジャイアントチョップ、そして放送席にブルーザーブロディが吹っ飛んでまいりました。すごい勢いで吹っ飛んでまいります。もう何度も何度も放送席が攻撃されたことがありますが、今のこの迫力はあのアブドラザブッチャー以上の迫力ですね。机頭が吹っ飛んでしまいますからね、私どももう完全に吹っ飛ばされました。さあ試合をまたお伝えしてまいりましょう。再びリングの中に入りました。1本目の勝負から大いに荒れまくっております。馬場がちょっと口を滑らしたんですけれども、活路を見出すためには場外乱戦だということをちらっと聞いたんですがね、今の場合見ておりますと場外もちょっと危ないですね。これは迂闊に場外誘いますとね、墓穴を掘る結果も考えられますね。本当ですね。まあ、皆さんもご覧いただきましたように、年頭のインターナショナルタグ選手権におきましても全くいいところがありませんでした。ジャイアント馬場、白氷の防衛に終わっている馬場でありますので、この辺りでシングルのタイトル一つ、このブルーザーブロディから日本で初めて、P4 をぜひ奪ってもらいたい、そういったような期待が込められております。この諏訪湖スポーツセンターの超満員のお客様です。大きくロープに飛ばして16問、見事に決まりました。熱い胸板に炸裂、そのままカバーのあーっと持ち上げた。うわー、迫力ありますね。やはりあの16問も効かないんですかね。竹内さんね、はい、今回の来日はこのブルーザーブロディはちょっと体を小さくなったというような感じがあります。ウエイトを8キロ落としたということなんですけども、これはまあフットワークをさらに良くするためということと、それからこのジャイアント馬場選手の16問の射程距離をですね、絶対に間違わないようにするためだと本人語ってたんですがね、今の動きからそれは感じられますね。感じられますか。しかし完全に16問を受けましたね。受けてましたね、ということはジャイアント馬場選手のフットワークもいいということです。16問が一発炸裂いたしましたが、まだ1本目ブルーザーブロディの必要な攻撃、ストンピング攻撃、重さがあります、重量感があります、体全体に押しつぶします。ものすごい勢いで押しつぶしていきました。そして上樋口レフリーの資格を利用しまして、首に右の腕を預けました。しかしあーチェーンだ、チェーンを持ちました。あーっとチェーンを喉に巻きます。完全にチェーンでの公式、すごい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 太いこのチェーンがぐる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 二重三重にジャイアント馬場の喉元、喉笛のあたりに巻かれました。それをこの両方からこう引っ張り上げるんですからね、これはたまりませんね、これはもう本当に息も絶え絶えであります。ジョイヒグレチュリレフリー、これはもう完全に狂気と見まして、これをすかさずコーナーの方にまた戻しました。
ジャイアント馬場立ち上がることができるか。1本目今のところおっとバックに回って何を取るか。アトミックドロップ145キロを持ち上げた。しかしそれほど落差はありませんが2位ドロップ、空中高くジャンプ1番2位ドロップ。馬場返すか、返せない、完全に取られました、完全に取られました。カウント3が入りました。チャレンジャーブルーザーブローディ1本先勝であります。まだキャンバスに大の字ジャイアント馬場。危険信号 PWF のヘビー級選手権2回目の防衛戦なんですけれども、ちょっと危なくなってまいりました。1本目もう完全にブルーザーブローディのペースであります。もう完全にブローディのペース一本やりだったですね。これはもう完全なブローディ独壇場だったですね、そうですね。まだリング上に大の字のジャイアント馬場選手、喉元あたり、セコンドにおりました淵選手あたりからマッサージを施されておりますけれども、ちょっと苦しくなりました。まだ息が詰まっているようですね。1本目の勝負は見事にブルーザーブローディ先勝であります。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は諏訪湖スポーツセンターより全国のプロレスファンの皆様にお送り、勝負の方は2本目を迎えます。幸先良い1本目を取りましたチャレンジャーのブルーザーブローディ、去年1年間で WWA のヘビー級のタイトルを獲得、それからテキサス地区のブラスナックル選手権も獲得、さらにまたテキサスタッグ選手権と3つのタイトルを獲得したブルーザーブローディ、1本目取りましたので気を良くしましたか。しかしお客様がいわゆるこの遠吠えですね、ウォーウォーという遠吠えを合わせますのでちょっと怒っているようですね。これが本当やっぱりブロディにとっては感じ触るようなんですね。そうなんですね、お客さんの中に割って入っていきました。もうびっくりしいたしました信州のお客様、もう後ろの方にずっと下がってしまいました。今日は諏訪湖スポーツセンターのリング上であります PWF のヘビー級の選手権試合、ジャイアント馬場にとりましては2度目の防衛戦、本当に強敵を迎えました。1本取られているだけに後がありません、ジャイアント馬場。馬場選手は試合前に語ったんですけどね、竹内さん、はい、このブルーザーブロディはいわゆるこの暴れっぷりだけは認めるけれども、まだまだ青いところがある、いわゆるこの試合の組み立てがなってないではないか、そこにつける隙があるんだと馬場選手言ってましたが、今日は立派な組み立てをしてますね。これはですね、ちょっと馬場選手読みが甘かったような気がしますね。読みが甘かった、そうですね、そうですね、そういった感じがいたします。2本目1本目はもう完全にブロディのペースになりました。非常にうまい組み立てをしておりましたブルーザーブロディであります。さあ後がありません、ジャイアント馬場選手ですけどね、竹内さん、今度は馬場選手が組み立てなきゃなりませんね。一体どっからですね、はい、活動を見出すかですね、そうですね、相手には16問もあまり効きません。それから今打ちましたジャイアンチョップも効きません。脳天空竹割りはどうだ、これは効いたのか効いてないのか、完全にはまだ効いてないようですが、ちょっと目がうつろになりました。連発いたします、ジャンチョップ連発、脳天からだけ割り、どうだ、今膝をつきました、徐々に効いてきた、徐々に効いてきた、脳天からだけ割りだ。いやしかし今度はディフェンス、顔面かきむしりのディフェンスであります。ジャイアントババもこれには怒りました。反対にかきむしりの洗礼を見せました。ジャイアントババ後がないだけにもう体も非常に燃えております。さあまたしても場外に突き落としました、ババであります。場外に活路を求めますか。さあ青い鉄地がそばにあるが、あった青い鉄地には行きません。さあ体育館を大きく使うようです、体育館を大きく使うようです。そう体育館の壁にドスンという鈍い音、期待をぶち当てました。力まさきに力任せに期待を持っていきました。ブルーザーブローディが頭を抱えております。さあ大変大騒ぎになりました諏訪湖スポーツセンターのリング上、非常に冷え切った体育館でありますけれども、非常にこの PWF の熱っぽいタイトルマッチで熱くなってまいりました。さあいち早くリングの中に戻りましたジャイアントバムがコーナーポストに期待を打ち付けているところであります。このブルーザーブローディのですね、竹内さん、はい、このウィークポイントというのはどこにあると思います。過去にですね、フォードをされたことがないだけに全く見当がつきませんね、これはね。この体全体を見ましても本当に強靭という感じがしますがね、あっと額が切れた、再三の鉄柱攻撃、それから体育館の壁への攻撃、それからコーナーマットへの攻撃によりまして、ブルーザーブローディとうとう額を切れました。PWF ヘビー級の選手権試合は流血戦へと流れを変えてまいります。さあババコールが起こった、ドロップキック、ここで出すんです、ここでドロップキックを出しました。カバーに行くか、まだ行きません、チャンスを伺います。ブルーザーブローディしかし流血をしておりまして、その血がタラタラと額を通りまして目の中に入りますが、トップロープにブルーザーブローディが乗ってフライングニードロップ、これは自爆だ、当たったら大変なことでしたね。これはですね、血が目に入ってよく見えないのかもしれませんね。そうですね、血が、目の中に入っておりますので、ちょっとポイントを失ったようです。フライングニードロップは自爆に終わりました。さあ今膝を打っておりますので、ここはチャンスです。ジャイアントババ頭の中に何を考えているか、今度は
おっと両方の足を持ちました。ボストンクラブ今ステップオーバーした。ボストンクラブでギブアップなるか。体を起こします。あー力がある、力がある。にじり寄りました。エプロンサイドににじり寄りました。しかしものすごい流血戦になっておりました。ブルーザーブロディの下へももう切られた跡がギザギザと残っております。過去ハリーレースの試合で額を切られました。それからブルーザーにも額を切られましたが、おっとジャイアントバオが今度はブルーザーブロディのチェーンのあるところに連れてこられました。チェーンでぐるぐる巻き、チェーンでぐるぐる巻きだ。エプロンからチェーンで絞られております。ぐい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 力任せに137キロでものすごい力、ものすごい力でチェーンで力任せに両方から引っ張るんです。さあ今上樋口レフリーがゴングを要請しておりますが、ちょっと喉元に食い込みました。チェーンが離れません。いや大変なことになりました。2本目の勝負大変なことになりました。若手がこれを話しに行こうとするんですが、若手の重い伊藤選手あたりも吹っ飛ばされてしまいました。ゴンが打ち鳴らされておりますけれども、ちょっと振りほどこうとする若手の選手に八つ当たりしております。ブルーザーブロディ、はい、ブロディがチェーンを使ったということで反則を取りました、はい、そうですか。2本目は、はい、分かりました。どうやら2本目はチェーンを使いましたので、これは恐怖と当然見ました。上樋口レフリーが反則を取りまして、したがってスコアの方は今のところ1対1ということになっておりますが、しかしまだダメージの残っておりますのはジャイアント馬場であります。あの2本の太いチェーンでぐるぐる巻きに巻かれて両方思い切って引っ張ったわけですから、一瞬呼吸が止まりますよね。これは2本目取ったと言っても反則ですからね、はい、ダメージはより深くなってますね。そうですね。さあカメラの方はもう血だらけのこのブルーザーブロディの表情を捉えております。この日本遠征の後は直ちにセントルイス、サンフランシスコ、アトランタ、ヒューストンと NWA の主要テリトリーのサーキットがすでに決まっておりまして、これはまた情報によりますと、このヒューストンのサーキットの会場あたりでは NWA 世界ヘビー級のチャンピオンハリーレースへの登場もあるいは決まっているというような情報もこの放送席サイドには届けられておりますけれども、いやいやもう放送席が血の雨になってしまいました。いやいやもう放送席の本当に目前でもう髪の毛をブルンブルン振り回しますので、もう放送席はその血で真っ赤であります。ブルーザーブロディの血で真っ赤になりました。さあしばらくインターバルがありましたけれども、これからいよいよ3本目の勝負になります。ジェイアント馬場なんとか死守タイトルを死守してもらいたいというような感じがいたしますが、しかしこのブルーザーブロディの方も PWF のタイトルをもう最初から狙いをつけておりました。たったの2年間でとうとう実現の運びになりました PWF のヘビー級のベルトであります。さあ3本目今ゴングが鳴りました。竹内さん3本目の勝負ですけれども、2本目にですね流血をしたブルーザーブロディの戦力が少しは落ちるんじゃないでしょうかね。そこで僕も期待をしたんですけどもね、どうも今を見た限りでは落ちてないんですね。あそうですか。さあロープにちょっと今度はブルーザーブロディの両方の手が2本目のロープと3本目のロープの間に入っておりまして、身動きが取れません。ここはもう一気火星に攻め込んでおります。世界のジャイアント馬場であります。第5代 PWF のヘビー級の選手権保持者であります。さあこのブルーザーブロディから3本目綺麗なピンフォールを奪ってもらいたい、そういうような感じがいたします。またしても場外乱戦になってまいりました。大変な一戦を迎えました。血みどろのブルーザーブロディの表情、また椅子を持って脳天に、いや背中に思い切って石をぶつけました。ブルーザーブロディの怪力であります。もう非常に全日本プロレスのレスラーも怖がりまして、ロッキー畑あたりはなかなか近寄れません。大変な一戦を迎えました。リングの中に再び入りますこのブルーザーブロディのものすごい形相、椅子にも血がついています。あー刺した、椅子をボディにめり込ませました。たまりませんね。顔面でしょう竹内さん、ね、背中でしょう、後頭部でしょう、もう椅子でめった打ちですからね。ありとあらゆる箇所ですからね、はい、もう何もかも狂気にしてしまいます。さあ椅子を間に挟んで3本目の勝負が行われております。ちょっとバランスを失いましたジャイアント馬場、早く立ち上がってリングの中に入った方が勝ちです。ああ椅子を間に挟みまして激しい闘志、どうしても取りたい PWF の王座馬場の手に渡りました。馬場の手に渡りました。おっとジャイアント馬場がセカンドロープ、トップロープに乗った。さあおっとそのまま体を合わせました。ダイビングボディアタック、ダイビングボディアタック、勝った、カウント3、トップロープから飛びました。フライングボディアタック、これは見事に構想しました。3本目考えてましたね竹内さん。やはり狙ってましたね。狙ってましたね。2対1で防衛であります。しかもブルーザーブロディから初めてピンフォールを奪いました。ジャイアント馬場であります。このブルーザーブロディからピンフォールを奪ったのはジャイアント馬場だけ。
そして PWF のヘビー級も死守いたしました。2対1防衛でありますが、負けましたブルーザーブロディが再びチェーンを持ってまいりまして、もうジャイアントパワー選手の体に喉元にぐるぐる巻きにしておりますが、若手の連中が割って入りました。試合は終わりました。ヘビー級の選手権試合は終わりました。ブルーザーブロディタイトル奪取なりません。さあ大変な怒り狂うブルーザーブロディ、興奮したお客様から清涼飲料水の缶が流られております。ブルーザーブロディを追ってまいりましょう。キングコングブルーザーブロディの遠吠え、さあウォーウォーというような声を発しながら敗れましたブルーザーブロディ、頭にきましたか。とうとう日本で宿敵ジャイアントババからピンフォールを取られました。とうとうやりましたね。やはりですね、ブロディとしてもあの大きな馬場選手が、ね、ロープトップロープから飛ぶということは考えてなかったんでしょうね。そうでしょうね。かなりダメージを受けましたこのジャイアント馬場選手ですけれども、セカンドロープトップロープに上がるまで非常にスピーディーな動きを見せましたよね。これは完全にブロディの裏をかきましたね。そうですね、見事に勝ちましたジャイアント馬場選手であります。こうなりますと、次期シリーズには東亜鎌田選手の来日が決まっておりますけれども、すでに全日本プロレスのオフィスサイドには、挑戦状とそれからロードブレアス会長の認定書が届いているので、次回の3回目の防衛ということになりますと東亜鎌田が有力になってまいりましたね。しかしこれはですね、馬場選手にとってまた最も嫌な相手かもしれませんね。2代目の PWF のヘビー級選手権保持者、敗れた相手ですからね。それだけにですね、馬場選手の試練はまだまだ続きそうですね、はい、そうですね、ひとまずおめでとうと申し上げましょう。それでは勝ちました馬場選手に優勝のインタビューどうぞ。見事に PWF のベルトを防衛いたしましたチャンピオンの馬場選手です。おめでとうございます。どうも、向こうを向いていただけますか。いや、苦しい試合でしたね。そうですね、むちゃくちゃ力ありますからね、自分の技をやろうと思ってもね、やれないんですよ。その隙がなくてね、力ありますし、押され気味でしたね、まるっきり。1本目は取られてしまいましたけれども、2本目反則で1本取って、決勝の3本目豪快なですね、コーラマット最上段からのボディープレス、あれは計算していたんですか。そうですね、ハリレースの時にね、これで負けましたんでね、ちょっと今日慎重になりすぎて、相手がちょっと前、ちょっと距離がなさすぎたですね。もうちょっと距離があったらね、もうちょっと飛べて最後に彼が起き上がれないぐらいのダメージを与えられるんじゃないかなと思ってたんですけどね、ちょっと距離が近すぎて、怪物ブルーザーボーディーからピンホールを奪ったのは馬場さんが日本で初めてですからね。そうですね、アメリカでもピンホールというのは彼にありませんからね、その代わり1本取られましたからね、同じことです。本当にすごい怪物から